今のところが初めにという部分だったわけですけれども、でこの本はですね、章立てがございません。大難所大難所って言えないので、これを読んだ方が私が今話していることを元に紐解いてみようと思って、ちょっと難しいかもしれませんが、まあ大体この時期について書いてある部分みたいな感じでご紹介していきたいと思います。最初の章がね、廃仏毀釈からのサバイバル、明治維新で進撃する仏教、なんか進撃の巨人みたいですけど、進撃する仏教、日清日露戦争で、大東亜戦争と弘道仏教、天皇の道ね、スメロギの道、弘道仏教ね、仏像も金も武器と化した。金っていうのはこっちの方じゃなくてね、御恩の金の方ですけど、で最後に結びに変えてと書いてあるので、まあ、まず冒頭の、明治維新期の仏教というところから見ていきましょうか。で明治維新期の仏教界はどういう状態だったかというと、まあこれも教科書にもね簡単に抱えていることではあるんですけれども、結局江戸時代は仏教全盛期だったわけですよ。もう我が家の春だったわけですね。日本の建国以来ずっと日本と共にある、もう本当に日本の国の形、国体の一部である神道と違って、仏教というのは外来宗教であるわけですね。6世紀の西暦でいう538年説と552年説がありますが、はるかインドから、まあ、そういう中国大陸、そして朝鮮半島を経て日本に入ってきた。直接的には百済の声明王が伝えてくれたというふうにね、教科書でも書かれているわけですけれども、その仏教が日本において神道と融合しながら存在感を高めていきまして、建物、神社のその芸術としての、まあ位置づけは、まあ、神道以上のものだったかもしれませんけれども、で特に鎌倉時代にですね、まあ民間宗教として本当に一般の方々もいろんな宗教者のもとで、まあ信仰を深めるようになりまして、まあ鎌倉仏教って有名ですよね。浄土宗、浄土真宗、法灯宗とか臨済宗のような禅宗、そして日蓮宗、一辺のね念仏宗とかありますけれども、ああいう鎌倉新仏教の布教がさらに拍車をかけて、それが武家社会へと突入した時代でもありましたので、鎌倉、室町、江戸とね仏教全盛期、さらに江戸時代には江戸時代のその統治機構の一部として、まあ寺受け制度、お寺が戸籍を司るようにもなって、国家において欠くべからざる存在になっていったとね、そういう位置づけだったわけですけれども、まあしかし物事は巡るものでありましてですね、今日がまあ江戸時代そういう扱いだったんですけれども、幕末の志士たち、まああるいはそれより先のね国学者たちにとってはですね、このまま仏教メインでいいのかと、つまり日本がやがて海外の勢力が攻めてきたりとか、大変な国難を迎えた時に、その仏教的な精神だけで日本を究極的に守り抜けるのか、そういう危機感があったわけですね。日本を守るためには日本の何を守らなきゃいけないかということを考えなきゃいけない、その国学者たちがそれを極めていったわけですけれども、その時に日本の何を守るかということを考えるためには、日本とは何かというのを、遡って、ね、考えなきゃいけないわけですけれども、日本を遡っていくと建国期とか建国の前の話になると、やっぱり信仰的には神道というものがやっぱり重要になってくる。仏教だとね、いくら遡っても日本においては6世紀までしか遡れない。遡れば遡るほど神道というものの重要性が明らかになってくるわけですよね。まあ、だからそういうところで神道というものとか、あと神道と結びついて、例えば国のために頑張って戦ったり駆けずり回ったりしているうちに亡くなった方を、まあ、神としてお祭りする、これが昇魂祭となって、それが行われた昇魂場が後に神社になって、昇魂社、そして五国神社とか靖国神社とかね、そういうのに発展していくという流れ、幕末明治以降あったわけですけれども、そういう中でですね、神道というのが明治維新によって再び国家の中心に、信仰の中心に据えられるようになっていくわけですね。明治時代の仏教は江戸時代にそういう特別な立場だったのから、まあ、ある意味転落したわけですので、まあ、生き残りをかけた仏教界の時によってはなりふり構わない行動をですね、国家にすり寄って生き延びたんだというふうに、まあ、著者は評しているわけです。まあ、ただ国家にすり寄ったっていうのは、仏教界が既得権益みたいな形で生き残るという側面もあったかもしれませんが、同時に、まあ、国家に寄り添って国家を支える立場を続けようとしたと、そういう見方もできるわけですね。必ずしも既得権益まみれのせこいお坊さんがすり寄ったとかいうだけの見方ではなくて、やっぱり国家を支えるというそういう肝心なところは態度として捨ててなかったということでもある。まあ私はそっち、そういうふうに見たいわけです。まあ仏教も含めた宗教界に大きな波紋を投げかけた、明治時代に波紋を投げかけたのが、まあ、内村鑑三不敬事件というのがあったと、そういうことを取り上げているわけです。
けですね。内村鑑三府警事件っていうのは、まあ、明治22年にね、大日本帝国憲法が発布されたっていうのは知られているところですけれども、その2年後の1891年にですね、内村鑑三府警事件、内村鑑三っていうのは当時第一高等学校ですね、まあ、今の東京大学教養学部だから東大に入るための予備門が発展したところ、そこに勤務していた内村鑑三がですね、教育直後の、まあ、これ大日本帝国憲法と同時にね作られたものですけれども、その教育直後の報読式、まあ、この教育直後をうやうやしく校長が読み上げるときにですね、教育直後への拝礼を拒否したということで社会問題になったということで、はい、そういうふうな事件が起こったという、それが原因となって、まあ、内村鑑三が辞職したりしたわけですけれども、この時に仏教界も一緒になって内村鑑三を攻撃しちゃったと。で、仏教界が、まあ、国家主義的な性格を強めていくと。で、さらにそれが戦争に協力していくような方向に行ったんじゃないかというふうにね、著者が言ってるわけですけれども、この明治期の出来事が何でもかんでも日本が正しかったというわけではないんですけれども、まあ、明治22年にね、日本が初めて近代的な憲法も作ったわけですよ。憲法典が全くなかったわけじゃないですよ。それこそ聖徳太子の17条の憲法とかあったわけですけど、まあ、それは置いといて、いわゆるヨーロッパで近代を迎えた後、日本もそれに追いつけ追い越せということで、初めて近代的な憲法を作って、まあ、憲法体制の下で近代化した日本を、まあ、諸外国も認めて、だんだんそれと日清日露戦争に勝ったということを合わせて、条約改正にも応じてくれる、日本を一等国の仲間入りを認めてくれることになっていく、そういう時代ですよ。そういう時代だから、いろんな試行錯誤があったわけですよね。その試行錯誤があった中で、まあ、行き過ぎた面もあったのか、こういう内村鑑三先生のような優位な人物をね、追いやってしまうようなこともあった、まあ、これは悲しいことなんですけれども、まあ、そういう時代のね、波乱の時代に起きた、誰も彼もが頑張ってた結果、一部の人が割を食ったことになってしまった、それぐらいにおおらかに捉えてほしいなっていう気はしますよ。今みたいにね、もう日本が、まあ、一等国という言葉が悪ければ、誰もが認める先進国としてね、なんかおおらかにやってって、まあまあ、ただウクライナ戦争が起こってからおおらかにも構えてられなくなりましたけれども、でもまあなんかこうドーンと余裕を持って構えてられる日本と違う、もう本当に坂の上の雲を追い求めてね、石石こいてた頃の日本なんですから、だからそういう意味で逆にそういう事件に関してももうちょっとおおらかに見れないのかなと思うんですが、これはこの著者に限らずね、あらゆるほとんどの歴史学者がこんな不敬事件とか言ってね、なんかこう教育直後になんかお辞儀をしなかっただけでそんな扱いを受けるのかみたいな、そういう風に叩くことが多いんですけど、逆にそこはもうちょっとね、平和主義者な歴史学者の方々はおおらかに見てほしいなという気はいたします。まあ、ともあれ、まあ、この辺りから明治時代に、適応して、まあ、生き延びた宗教界の中でその仏教界がなんか戦争協力していくんだというね、そういう風な描き方になっているわけです。